朝兵令、朝兵令、朝兵令、明治22年1月22日法律第一号は国民の兵役義務を定めた日本の法令。1873年、明治6年に陸軍省から発布された後、大乗官布告によって何度か改定が繰り返された。1889年、明治22年に法律として全部改正された。1927年、 昭和2年の全部改正の際に、題名も、兵役法に変更され、1945年、昭和20年に廃止された。兵役法への改題後については、兵役法を参照。母親戦争における官軍、すなわち明治新政府の軍は、薩摩、長州、土佐など、諸藩の軍の集合で、西郷隆盛、大村増次郎、板垣大輔らがそれぞれ指揮しており、 政府が独自に徴兵して組織した軍はなかった。明治政府直属の五神兵も、長州藩の一部部隊をもとに、諸藩の在京の浪人を集めて組織されたものだった。大村や西郷を継ぐ道、山形有友、論主一府兵らは、早くから国民開兵の必要性を唱えていた。これは、近世的な個人的武器に頼る戦闘では、近代戦において、 勝利を得るのが困難であることを理していたからである。しかし、これには身分、価格を排して市民平等を導入せねばならず、すなわち、江戸時代の特権階級のうち最大の人口を占める武士の解体を意味する。そのため、政府内にも島津久光を筆頭に、前原一世、桐野敏明保守的な反対論者を多数抱えており、また西郷隆盛も、総兵といって、 中華僧氏族の立場を考慮した、志願兵制度を構想していて知る姿勢には消極的であった。そのうち、大村が暗殺されたこともあって、構想は一旦は挫折することとなった。明治3年11月13日、新歴1871年1月3日に、山形有友の構想のもと、徴兵規則が制定され、各府藩県により、氏族、卒族、 諸人にかかわらず一万国につき五人を徴兵することをめた。続いて、翌明治四年二月十三日、新歴百七十一年四月二日には、西号の構想の一部をも取り込む形で三藩、薩摩、長州、土佐の軍が新兵として編成され、この兵力を背景に、同年七月廃藩地権が断行された。続いて、中央集権体制の近代国家にとって、 国民軍の喪失が必要と認識され、西郷隆盛も最終的には山形の考え方を指示して、山城や事件で山形が辞職に追い込まれた後も、西郷は桐の年明らの反対論を退ぞけた。明治5年11月28日、新歴1872年12月28日に徴兵国有。 明治5年11月28日大上官布告第379号が出され、翌明治6年1873年1月10日、新歴にし令が施行。以後徴兵規則に基づき、毎年徴兵による新兵の入営日となった。陸軍は初年度、各県から計3272人の印を要請したが、 地方県では400名のところ東京が100名程度であるなどの下がられる。なお、全国的な徴兵制を敷くことを可能にした前提条件として、明治4年制定の戸籍法に基づいて、翌明治5年人身に人身戸籍が編成されたことが挙げられる。1879年10月27日の徴兵令の全部改正により、それまでの布告や通る、 指令はすべて廃止。構成。え、1883年、明治16年大上官布告第46号により再び全部改正。え、1879年、地方徴兵員職務外則、明治12年11月17日陸軍省立ち第21号、と徴兵事務条例、明治12年11月17日陸軍省、二つ二号により、 内務省移実開業面上の所有者、医師が、徴兵委員となるただしが設けられ、新たに徴兵所が設けられた。構成。1883年には、陸軍知財法が制定され、1884年には、同条例が全部改正。明治17年7月19日大上官布告第18号、陸軍協会軍協連長により徴兵し、 徴兵検査所が設置され、また一年主眼兵、臨時徴兵や印印配当などの規定が設けられた。なお同年は宗教及び教育分野では、新仏共同職が廃され、住職や教員の人事を取り仕切る官庁の設置が行われた。1888年に陸軍知財法、明治21年10月20日法律第2号が、 全部改正された後の1889年には、同条令は、直令、明治22年2月27日直令第13号となり、1896年、明治29年3月31日直令第112号、1919 19年、大正8年9月15日直令第425号と改正を重ね、1927年に徴兵令が、 兵役法、法律となった際、兵役法施行令、昭和2年11月30日直令第330号、と置き換わった。長兵令では、満20歳の男子から抽選で3年の兵役、常備軍とすることを定め、常備軍終了後は、交備軍、予備役とした。国民開兵を理念とはしたが、体格が基準に達しないものや、病気のものなどは除かれ、また、 制度の当初、一家の主人たる者や、家の跡を継ぐ者、獅子並みに受けた回りその孫、承継者、大人料を支払った者、当初は270円、1879年に400円へ、引上げ、干渉府県の役人、兵学寮生と、管理学校生と、8日に住む養子は、徴兵免除とされた。このため、徴兵のガレに養子になる、等の徴兵者が続出し、 徴兵免除の解説書まで出版されたりもした。この結果、二十歳以上の男子の三パーセントから四パーセントくらいしか徴兵できなかった。もともと政府の財難により、成人男子全員を徴兵することは到底無理ではあった。さらに各地で徴兵令反対の一揆が起こった。徴兵国有に、血税という言葉があったためとされ、血税一揆と呼ばれた。この一揆、特に、 岡山県で激しかった。血税とは、フランス語のアンポリー・ユー・サングの直訳であり、アンポが税、サングが血の意である。この名のせいで、本当に血を抜かれると誤解した者も,も多かった。また当時、徴兵、徴役、一時の違い、腰にサーベル・テッサという句が流行った。強制に基づく徴兵は監獄に行くのと同じであり、嫌だ、という犯行の現れとされる。 当初は民の抵抗の多かった徴兵制度も軍人直輸や教育直後による国防思想の普及、日清戦争、日露戦争の勝利、さらには軍隊で支給される食事が当時の貧困層の生活レベルから見れば良質で有料だが主護が置かれたという俗な理由もあり、組織的な抵抗はなくなった。しかし徴兵機器の感情は自然の感情であるので、 様々な徴兵機器対策が庶民レベルで繰り広げられた。創設当初にあった徴兵免除の規定も徐々に縮小、廃止され、1889年、明治22年に大改正が行われ、ほぼ国民会平制となった。ただし、中等学校以上の卒業後に志願した者は、現役期間を1年とたり、市範学校を出て教員になった者は、 現役6週間とするなどの特例があった。逆に徴兵が免除されるものが少数派になると、かえってそれが不名誉とみなされるようになった。なお徴兵令の適用年代には、地域差がある。本土では1873年、明治6年だが、小笠原諸島、北海道では1887年、明治20年、沖縄本島では1898年、 明治31年、先島諸島では1902年、明治35年になるまで徴兵はなかった。例えば、沖縄出身で、日清戦争に従軍した者はすべて志願である。このため、例えば、鈴木梅太郎や夏目漱石のように、徴兵逃れのために、本土から沖縄や北海道へ転籍する者も,もいた。1927年、昭和2年、徴兵令を全部改正し、 平役法、昭和2年4月1日法律第47号が制定された。明治元年11月期州藩第14代藩主、徳川持次ぐより藩政改革の全権を委任された津田では、武津宗光に会い、軍権制度、徴兵令の構想を伝える。明治2年7月、1869年7月、武津宗光は、 廃藩地検の意見書を提出するが、採用されずゲ野シ、津田イズルラと共に、奇襲藩の藩政改革に参画する。奇襲藩の藩政改革は、軍権制の実施、無益行、藩主や藩主に払うか6を10分の1に、削減を実施、カール・ケッペンらにより、プロシア式の様式軍隊を創設し、市民海兵の徴兵制度と、満20歳以上の男子に徴兵検査を義務を、 実施したまた、藩主のもとに失政を一人置き藩全体を統括させた。失政のもとに賛成抗議人を置き、失政の補佐や藩と中央政府との連絡を行った。また、政治府と公用局、軍務局、会計局、警報局、民政局の5局、教育を司るところとして学習館、後の和歌山大学を設置した。それに加え、 半種の家計事務一切を半生から分離する半を三無職制を新設し設置した最低生活を保障する給与である無薬孔で六高を十分の一に減額されたがそれぞれの官職についたものついては分部薬料が追加され人材抜擢が行われたこの際無薬孔のみのものに対しては上下以外の移住副業や内職のために 農工省を営むことが許され、紀州藩での封建制度は崩壊した。なお、長州藩の鳥岡屋田は、この改革に、母衛副都特事席として参与している。この改革を、西郷嗣道、西郷隆盛の代理で、村田新八、山田昭義が見学した。この改革が、日本の近代国家のモデルケースとなり、明治4年の廃藩置県。 明治6年の徴兵令に影響を与えた。不協和においては、兵役もまた生活の糧を得る手段として考えられた。また、兵役における近代的なシステムや生活が、地方に伝播するのに貢献したという面も否めない。農民にとっては、暴力を振るわれても、農作業よりも楽であり、毎日白米陸合が食べられ、毎晩風呂にも入れて、布団で寝られて、 当時の農民はまだ藁で寝るのが一般的だった休日もあり、給料も安定して支払われることから、明治時代には軍隊に行くと怠け者になるという評判があったという。現に世界恐慌時には兵役が延長になるか士官への志願者が殺到しことからも伺える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。